シモーヌ・ベイはフランスの哲学者である。父はユダヤ系の医師で数学者のアンドレ・ベイユは兄である。ベイユは第二次世界大戦中に英国アシュフォードでほぼ無名のまま隠しした。戦後、知人に託されていたノートを編集した新元集重力と音調が出版されベストセラーとなった。その後もあちこちに残されていた膨大な原稿、手紙、 ノート類を、知人や米油の思想に感銘を受けたカミューが編集、出版するにつれてその深い施策への評価は高まり、多言語で翻訳されるようになった。以降は、政治思想、歴史論、進学思想、労働哲学、人生論、詩、未完の儀曲、日記、手紙など多岐にわたる。1909年2月3日、シモール・アドルフィーヌ・米油は、 父の医師ベルナール・ベイユと母、セロメアの娘としてパリのアパートで誕生した。兄・アンドレは3歳年上。1歳を過ぎても固形物を取ることができず、重篤な状態に陥り、この子は生きられないと医師に言われたが、専門家の指導と両親の努力により、危機を脱した。従軍中の父・ベルナール、母・セルマ、兄・アンドレと、7歳両親は共に、 ユダヤ系であったがその完全な不可知論により、兄弟をできるだけユダヤ的なものから遠ざけて育てた。1914年、第一次世界大戦勃発と同時に、父ベルナールは軍医として招集され、各地を転戦した。家族の同行は、軍律で禁じられていたが母親セルマは二人の子供、祖母、愛犬を引き連れて、夫の認知を追い転々とした。揺れ動く。 状況下で兄弟の教育は、キレキレとなったが、通信教育などで独学していたアニアンドレが、シモーヌに字を教えた。兄弟は父親を驚かせようと隠れて勉強し、信念が旦に、父親の前で5歳のシモーヌが新聞を読んでみせ、父親を驚かせた。5歳で字が読めるようになったシモーヌは、いろんな本を暗記するようになり7歳の時には、ラシーヌやクルネイを暗唱した。 1916年、戦争は、おびただしい人命と物資の損耗を重ねながら長期化、していた。兄アンドレと7歳のシモーヌはそれぞれ前線にいる。自分の兵士と手紙を交わすようになり、自分たちのお菓子を前線に送ったりした。シモーヌの文通相手の若い兵士は8歳のシモーヌと、会うため許可を取って、米油一家の滞在地を訪れ、彼女と話をした。この若い兵士は、 その後死んだ。9歳のシモーヌは愛国的な死に熱中するようになった。シモーヌ米ユ12歳1918年に戦争は終結したが、米ユ軍医はすぐ状態とはならず一家は認知に止まった。もう新聞を読める9歳の少女は戦後のベルサイユ条約が敗戦国ドイツに過酷すぎると感じた。少女の政治に対する関心は弱い立場に対する。 同調と抑圧への嫌悪を伴って修正保たれ、続けた。父、ベルナールの女体が認められると一家は、パリへ戻り、1919年10月、シモーヌは、パリのフェヌロン高等中学に入学した。学校で彼女は、その不器用さゆえ製図やデッサンで成績が悪く、母セルマが担当の老城の先生を訪ね、娘は、血行が悪いため手が腫れているから不器用なのだと、 訴えると、老城は、自分の手を叩いてみせ、足りないのはここではございませんと言うと、自分の額を叩いて、ここですよと答えた。14歳の時、数学の天才、兄アンドレと自分を比較して、自殺を思うほどの劣等感に見舞われたが、数ヶ月苦しんだ末に立ち直った。フェヌロン校でも、投校と長期休学を何度か繰り返し1923年末に退学。 バカロレアの準備として、家庭教師や講義を誰にでも公開しているコレージュド・フランスで、中世文学研究の王やベディエの講義を受講し、1924年6月、古典語のバカロレア試験に15歳で合格した。続けて彼女は、デュルイ高等中学校で2つ目のバカロレア試験の準備に励んだ。1925年6月、 16歳で哲学のバカロレアに合格したシモーヌは、ソルボンヌ大学を含め、フランスのどの大学にも入る資格を得たが、さらに上の高等師範学校を目指してアンリ4世、高等中学の高等師範入学準備学級に入った。ここで哲学者、アランの教えを受けたことはシモーヌに多大な影響を与えた。シモーヌがアランの授業に接した時期は、アラン自身が、 最も影響を受けた理セ時代の哲学教師、ジュール・ラニオの回想録を発表したりラニオの移行集の発刊したりしていた時期と重なっていた。シモーヌの同級生には、アランと同じくラニオの弟子であった、農民レオン・ルテリエの息子がいて、夏休みには、レオン・ルテリエの故郷の農園に足しげく通い、前年死去していた彼のノートの筆者をして、ルテリエの移行集発刊に協力した。 在学2年目での受験に失敗したシモーヌは、猛勉強をはじめ、ソルボンヌ大学の講義にも出かけた。1928年在学3年目のシモーヌは、パリの高等師範学校の試験に合格した。彼女は、高等師範学校在籍中も、アランの講義を受けにアンリオン成功へたびたび出かけ、ソルボンヌ大学にも登録して、哲学関係の講義に出席した。 1931年7月、22歳のシモーヌは、哲学のアグレガシオン試験に合格した。ベイユと、生徒、校長ロアンヌ。24から5歳1931年9月、シモーヌは、ルピュイ女子校と中学校リセの哲学学級教授に任命される。彼女は、ルピュイで高等師範学校時代から始めていた、組合活動を本格化させた。 学校でのシモーヌベイユも管理者にとって頭の痛い存在で定められた強化計画に従わず、丸暗記ではなく与えられたテーマを自分の頭で理解することを重視した。地元の保守系新聞にスキャンダルとして報道されたルピー事件から失業者の陳情にシモーヌが同行したことを過激な 赤い処女によるデモの先導と地元保守新聞がスキャンダル化し、さらにシモーヌが採石場の失業者と握手したこともスキャンダルとして騒ぎ立て攻撃し続けた事件により、不妊1年目で転任を命ぜられた。1932年6月休暇願いを受理されたシモーヌは前年にナチスが選挙で大躍進したドイツへ旅行し、強い衝撃を受けた。 ドイツから帰国したシモーヌは、新しい不妊地、オセールでも活発な組合活動を続け、今回は、哲学クラスの閉鎖という形で追い出された。1933年8月、転任した3つ目の不妊先、ロアンヌ女子高等中学在職中も彼女は、組合活動を続けたが、組合間の主導権争いや、いくつかの新聞、雑誌への初投稿でのスターリニズム批判に伴う、 圧力は深刻になっていた。1933年大晦日、フランスに亡命していたレオン・トロツキーが希望していた秘密会合のためにシモーヌは両親のアパートを提供したが、その時トロツキーと激論を交わした。1934年冬35年夏休暇願いを出したシモーヌは、複数の工場で未熟工として断続的に8、ヶ月間働く。この経験は、 彼女の内面に、いくつか変化をもたらした。疲弊したシモーヌは、両親と共に、ポルトガルへ行き、一人立ち寄った夜の寒村で初めて、キリスト教徒の接触を得た。1935年9月、復職願いを受理されて、ブールジュ女子高等中学へ赴任。珍しく、校長や同僚との関係は悪くなかったが、校長はシモーヌに関し、 実際的成果にマイナスとなる可能性のある悪い健康状態と危惧していた。プール時時代、シモーヌは体調の悪さにもかかわらず、ナチスの台頭でドイツから逃れてくる活動家たちの亡命を助けていた。1936年6月パリでゼネラルストライキが発生すると、パリへの往復をはじめ、働いていたルノー工場などに入って、ストの実態を見分し、 7月14日の民衆デモにも参加した。前線から帰還したシモール。スペイン、27歳同月下旬スペイン内戦、勃発の方に接し8月初頭スペインへ渡る。新聞記者を装って、アナーキスト系 c n t に接触、再下部組織として、フランコ軍と最前線で対峙していた、外国人からなる、気有軍将部隊で参加を許された。 舞台にいた知り合いのフランス人に、小銃の訓練も受けたが、水地当番に回された。爆撃を受けながら5日間行動を共にした後、水地用に沸騰していた油に足を突っ込んで、大やけどを負い、義勇軍を離脱した。スペインから帰国したシモーヌは、頭痛及びやけどに関する診断書を提出して1年間の病気休暇を認められ、幾人かの医師を訪れついには入院もしたが、 治療の見通しは立たなかった。入院中もシモーヌは論文を書き続け投稿していた。1937年4から5月にかけて、初のイタリア旅行。フィレンツェでは、ファシスト島の本部に赴き、社会主義者と名乗り指導者の一人と会ったりもしたが、主に宗教芸術をめぐる旅を続け、聖フランチェスコの礼拝堂がある圧死ジに向かった。聖フランチェスコの没後に作られた。 豪奢なサンタマリアデリアンジェリ教会に収められた小さな小屋のような礼拝堂ポルツェンコラの中に一人でいた時シモーヌは何か自分よりも強いものに強いられて生まれて初めてひざまずいた。1937年10月、三貫誕女子高等中学校に赴任したが頭痛の悪化がひどく1938年1月に2ヶ月強の勤務で再給食した。 その後も病気願いを更新し続けねばならず、三寛単が実質的に最後の教師生活となった。休職した後、シモーヌは脳腫瘍を含めた病院の解明を求めて多くの専門医を歴訪したが、徒労に終わった。激しい頭痛の中、彼女は母セルマと一緒に復活説前後の彩色で歌われる、グレゴリオ聖歌を聴くためソレム修道院の儀式に10日間参列した。 シモーヌは、同じように参加していたイギリス青年から、英国の詩人ジョージ・ハーバートの詩、愛を教えられ、その詩を苦笑しているとき、キリストの降臨を感じる。マルセイユのシモーヌ・ベイ三32歳1939年9月、ドイツのポーランド侵攻に対する、英仏の宣戦布告で、第二次世界大戦が始まったが、 ドイツ軍が一旦動きを止めたため戦闘のない奇妙な戦争状態が続いた。1940年5月ドイツの電撃作戦で連合軍は分断され弱体化、持ちこたえられなくなったフランス政府は6月10日、無防備都市宣言をしてパリを放棄し、ボルドーに臨時政府を移動した。6月13日シモーヌと両親は買い物のため外出し、通りのあちこちに パリ無防備宣言のビラが貼られているのを見てそのまま家にも戻らずパリを脱出した。翌日ドイツ軍はパリに入った。6月21日フランス政府はドイツとイタリアに降伏し7月1日にビシーへ移転、ここを新しい首都とした。1940年10月フランス臨時政府新婦の元を訪れた。以後、マルセイユを離れるまで何度も語り合い。 手紙のやり取りをした。ペラン神父は農業労働を希望していたシモーヌに農民哲学者キュスターブ・ティボンを紹介した。数週間ティボンの農場で研修した後シモーヌは彼の隣村の農場で朝から晩まで1ヶ月間、武道積みの重労働をした。1941年8月、ビシー政権はユダヤ人排斥法を強化しユダヤ人の医師の活動も禁止したが、 自由地帯にいた父ベルナールはシモーヌが働いていたサンマルセール村に夫婦で滞在し村の人たちを医師として診療して土地の人たちから人望を得た。1942年復活祭の時期にカルカソンヌを訪れたシモーヌは戦傷によってベッドで寝たきりになっていた詩人ジョーブスケの小屋で一晩語り明かした。一度だけの出会いであったがその後二人は長い手紙のやり取りをした。 ロンドンでのシモーヌ・ベイの身分証明書1942年5月、シモーヌはアメリカ経由でイギリスへ渡りそこからフランスに戻る計画を胸に両親と共にアメリカに渡る。4ヶ月後、両親と離れ再び海を越えてロンドンに渡る。知人のつてでシモーヌはロンドンに亡命していたシャルルド・ゴールの自由フランス本部に行き、文書起草委員として 小さな事務室を与えられた。シモールがずっと胸に秘めていた前線艦合部隊の創設と彼女自身のそれへの参加という提案書は、ド・ゴールから狂気のサタの一言で退けられた。彼女は深く失望しながらも与えられた仕事をこなし、倒れるまでの4ヶ月間ほとんど寝食を忘れるほどの激務ぶりで大量に書き続けた。 シモールベイの墓1943年4月、下宿の床で混頭しているシモールを友人が発見した。ロンドンの病院に運ばれた彼女は急性肺結核と診断されたが、身体的栄養不足によりその回復は妨げられた。彼女は生涯の前時期にわたり、繰り返し拒食傾向を示していた。およそ4ヶ月間、ロンドンの病院に入院した後、 8月にアシュフォードのサナトリウムに移った。その1週間後、1943年8月24日の夜、シモ・ーヌベイユは静かに息を引き取った。検視官による死亡診断書は、栄養失調と肺結核による心筋層の衰弱から生じた心臓衰弱。患者は精神錯乱をきたして食事を拒否、自ら生命を絶った。 と記された。後半部分が波紋を起こし、イギリスの新聞に師が、食物を絶って死ぬ、フランス人、カズメ教師の異常な犠牲行為との見出しでこの無名な、元教師の死を報じた。シモーヌベイの埋葬に立ち会ったのは7人で、その場に、被災はいなかった。生前に一冊の著作もない彼女を知っていたのは、家族、知人、関係者だけであった。 ベイユが死んで4年後の1947年、彼女の思想を書き留めたノートを受け取っていた友人のギュスターブ・ティボンは、生前シモーヌから託された十数冊の雑記帳を編纂し、重力と音調と題して出版した。無名の著者による、この本は宗教、哲学分野としては、異例のベストセラーとなりシモーヌ・ベイユ、発見の先駆けとなった。ベイユは美を重視し、 それは神や真理へ至るためのほとんど唯一の道であるとしている。従って、彼女の美に対する洞察はその思想の確信に近づいたものと言える。美を愛することは魂の自然な本性に備わっているから、誰でも美には引きつけられる。もちろん、何を美しいと思い、愛するかには個人差がある。金を愛する主戦奴もいれば、権力を愛する者もいる。 米油は協楽への愛を否定する。贅沢は高慢であり、己を高めようとすることである。彼女の優美や愛とは、そのような対象への支配と逆の自己否定である。真に美しいものとは、それがそのままであって欲しいものである。それに何かを付け加えたり減らしたいとは思わない。完全性。それが、なぜそのようにあるのかという説明を要せず、それがそのままで目的としてあるもの。 美は常に約束するけれど、決して何者をも与えようとはしない。という彼女の言葉はそのことを表している。美は何かの手段とならず、それ自身しか与えない。人は美に面したとき、それを眺め、それ自身の内なる必然性を愛する。そして必然性を愛するということは、対象への自己の支配力を否定することである。自己を拡張しようという欲求は対象を食べて、 自らのうちに取り込もうとするが、美は距離を置いて見つめる対象でしかない。それを変化させたり所有することは、怪我すことである。美の前で、人は飢えながらも隔たりを持って、それを見つめ、そのままで存在してほしいと願う。米油は、美の他に不幸が、真理に至る道になるという、説明不能でありながら、 魂に染み込んでくる実在的なものという点で美と不幸は共通する性質を持つ。ただし不幸は美のように人にとって自然な道ではない。自己を強大化し他人を支配するための力を求めるのが魂にとっては自然なのである。米友はそのような力の崇拝を嫌をしていた。弱者に対して野蛮に振る舞う人の本性を彼女は洞察している。弱者は 強者の前で意志の自由を失い、服従するだけの物質と化してしまう。人が力に屈服し、人格を失ってしまった状態。それが不幸と呼ばれる。不幸は全く理不尽に人に食い込んでくる。米友は、工場の中で魂のない奴隷へと下落した、たくさんの人間を見、自らもそれを体験した。真の不幸は、苦しんでいる当人すら、 自分の苦しみのありさまを理解できないほどに思考力を奪う。そのように不幸な人は人格としては存在すらしていないのである。隣人愛は不幸な人の存在していない人格を存在させる。それは自らは飢えて相手を満たそうとする。その人の人格を愛するというのではなく、ただその人自身であるということによってのみ愛するのだ。 強いから、美しいから、良いから愛するのではなく、また、愛すべきものを自己に取り込もうとするのではなく、真の愛は、不在として、絶対の対象を求める。存在していないものへの気遣い、それは注意力によって可能となる。米油の注意は隔たりを持った遥か遠くの弱きもの、小さ、着物に注がれる。注意力は、米油の思想の中で、大きな位置を占めている。 彼女は神への注意を祈りと呼び、真の宗教は極度の注意力を必要とするとしている。注意とは、思考を停止させ、無欲で純粋な待機状態になることである。それは努力と忍耐を尽くさねばなしえないが、何かを得るための努力ではなく、むしろ徹底した、待望なのである。人は、努力したのに、報いが得られないということに耐えられず、真実を歪めてでも報いを求めてしまう。 名誉の注意とは、報いではなく、真実を求めるものであり、いかに悲惨なことでもそのままに見つめることだ。この時の純粋さとは汚れを避けることではなく、汚れを見つめうる純粋さだ。それは真理を報いとして求めるものでもない。それは、生命よりも、真理を愛し、自分の不完全さを徹底して理解することを欲する。いかに激しい苦痛の中でも正しい方向へと向かう。 力、愛する力を失わないよう願うことはできる。米ユとて苦しみを好んでいたわけではなく、喜んで不幸を受け取れとは言わない。そのようなことを言うのは、人々の不幸を見過ごしにすることだ。喜びは、喜びとして、不幸は、純粋に不幸として受け取らなくてはならない。しかし純粋な不幸を愛を持って受け入れるという奇跡を成し得たとき、 不幸は神に触れる刑事になりうるというのである。自然なあり方として、人は自己を増大させようとする。自らをすり減らすというのは自然なことではなく、超自然的なことである。自己無下に貫かれる。米油の施策は根底で神と結びつく。米油が残したノートを彼女の友人の手本が編集した本、重力と音調の冒頭にはこうある。 この世はひたすら下落へと向かう重力に支配されており、それから免れようにも重力に支配された魂は誤りを犯す。だから自分から高まろうとするのではなく、待望こそ必要とされるのである。すべてをもぎ取られた真空としての待望である。そして真空とは自然なことではない。米油によれば、下落から逃れて高みに登るのは温調によってのみ可能であるが、 重力の加工運動、音調の上昇運動とともに、音調の事情としての加工運動があり、これは重力と無関係に自ら加工する。米油は自己否定としての神を語る。キリストの受難もそのように捉えられている。神から最も離れており、神に立ち戻るのは絶対に不可能なほどの地点にある人のもとに、神が人としてやってきて十字架にかかったということは、 神の自己否定であるという。米油によれば世界の創造も自己否定である。神は世界創造以前にはすべてであり完全であった。しかし神は創造によって自分以外のものが世界に存在することに同意し自ら退いたのである。神と神以外のものの想計は神だけが存在する状態よりも小さい。創造とは拡大ではなく収縮である。 神の代わりに世界を支配するようになった原理は人格の自立性、物質の必然性である。神の自己否定によって存在を与えられた我々は神の模倣、つまり自己否定によって神に応えることができるという。そして応答としての自己否定とは具体的には隣人愛と世界の美への愛なのである。この愛とは 神がそのように創造した世界を受け入れることと言ってもよい。つまりそれ自身のために自己の支配力を否定することである。世界が善だから愛するというのではなく、悪を見つめ、悪を憎悪しつつも、善と悪を作った神と、神が作ったこの世界を愛することを説く。米勇は偽りの慰めを退け、想像上の神を信じる者より神を否定する者の,の、 方が神に近いという。全く神が欠けているということでこの世界は神そのものであり、この奥義に触れることで、人は初めて安らぐことができると、米油はノートに書き残している。1、現、家具師の失業者フィリッチが警官に殺され、その葬儀に約2万人が散列した事件。二、ボリス・スバリーヌは、フランス共産党の創立者の一人、トロッキーと共に、 ソ連を追放され、フランス共産党を脱退後、トロッキーともたもとを分かった革命的サンディカリスト。3. 戦争に関する考察は、展望と同様に反響を呼び、翌年、ルトラバイール、リーブルプロポ、インターナショナルレビューに転載された。1. オーギュスト・ディートフ、読み方ドゥトゥーフ、ドゥトゥフ、ドトゥドトゥフ。ボリス・スバリーヌに頼まれシモーヌベイユ発の、 工場体験を手引きしたアルストン社重役でエッセイスト、ジャーナリスト。その後、米ユとは友人関係。は、カミュの創設したガディマール社、希望総書の一冊として1951年に交換。労働と人生についての政策役者後垣さん、少年 2S ペトルマン、112ページ。ありがとうございます。